お願いします。ありがとうございます。トマト丼も美味しい、美味しいですよ。皆様、本日はうらら白山美と秋祭どんじゃら市にご来場いただき誠にありがとうございます。それではこれより御神女太鼓保存会の皆様による魂の響き御神女太鼓を披露していただきます。それでは皆様大きな拍手でお迎えください。お願いいたします。皆様おはようございます。おはようございます。御神女太鼓保存会でございます。ただいまに御神女太鼓を始めたいと思いますが、太鼓を始める前に簡単に言われを説明させていただきます。この太鼓は今から約450年ほど昔、天正4年1576年越後の有名な武将上杉謙信の軍勢が京へ登る途中、能登の要でありました七尾城を攻め落とし、その余勢を買って我々の住む村、名船村へ攻め込んでいきました。現在は輪島市名船町となっております。武器らしい武器を持っていなかった我々の先祖は到底かなうはずもなく、何かないかと策を練り合い、五郎の知恵者の指示に従い、即席に木の皮を剥ぎ、目鼻をつけ、これを面とし、海から海藻を取ってこれを頭髪とし、人数を多く見せるため老いも若きもこれをかぶり、敵兵が寝静まっているところに太鼓を打ち鳴らしながら夜襲をかけ、ついには村の平和を守ったと言い伝えられております。現在石川県の文化財になっております。最後まで精一杯打たせていただきます。どうぞごゆっくりとご覧くださいませ。
まじまじで、自陣とゴールの、大変な状況になっておりますが、まあ、呼んでいただいて感想することでまた復興につながっているなと思います。またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。